マジカオス。俺の部屋マジカオス。俺の部屋マジカオス。どうも皆さんこんにちは。部屋で撮影するのはすげえ久しぶり。サイクルモードまでが怒涛の忙しさで、こういう部屋で撮る撮影っていうのが、ね、全然時間なくて、だからもう全然撮影とかできなくて、なんかやだなーみたいな感じだったんだけど、サイクルモードは今僕の自転車系の忙しさの山場なんで、今ね完全に僕も冬休みモードに入ってます。はい。ということでですね、ようやく俺のねやりたい動画もねガシガシできるということでね、ガンガンやっていこうと思うんですけども、今日はちょっとねシリアスな話をちょっとしようと思います。シリアスな話っていうか、まあなんかお話ですね。お話の動画でございます。ちょっと長くなるかもしれないんだけど、ですね、ちょっとまずちょっと整えよう。最近ね、まあ僕オフロードにすごくハマってて、ロードバイクよりも断然マウンテンバイクとかグラベルバイクにめちゃくちゃ乗ってるんですよ。全然素人なんで全然上手くもね速くもないんですけど、とにかくめちゃくちゃ楽しい。もう最高に楽しくて、見てください、気づいたら僕の部屋スイクタイヤがほぼなくなってます。僕の中でこんなに楽しいのに、なんでロードバイクと比べて流行ってないんだってね、同時に思ったんですよ。ロードバイクってまあ日本だとね、まあ、当たり前のように流行ってて、みんなね乗ってると思います。はい。ただマウンテンバイクって、まあ、乗ってる人もいっぱいいると思うけど、ロードバイクと比べると圧倒的に流行ってないじゃないですか。なんでだろうってね思ったんですよ。日本では圧倒的にロードバイクの人口が多いんだけど、実は海外はマウンテンバイク、オフロードの人口の方が全然多いんです。冬休みモード入ったんでぶっちゃけトークもしちゃいますけども、大手大きなね、まあ自転車メーカーさん、まあどことはもちろん言わないですけども、大きな自転車メーカーさんってどういう自転車作ろうってね、会社の予算をね毎年毎年、どの業界も自転車もだろうが何だろうか毎年ね予算を決めるんですけども、大きなメーカーの一つを挙げるとですね、一番予算の大きい割り当ての大きいのは実は E バイクです。 E バイクが一番予算の割り当てが多くて、 E バイクとは E マウンテンバイクで、グラベルバイクとかマウンテンバイクがその次にあって、実はロードバイクって全然予算当てられてないんですよ。もう全部当てて当てて当てて、まあ残りにとりあえずロード当てとくかぐらいの感じなんですよ。まあこれはね僕がちょっとオーバーに言っちゃってるだけかもしれないんですけども、それぐらい実は海外ではロードバイクはもう実は頭打ちでもう売れないと。でマウンテンバイク、オフロード、新しい頼み方を提案して新しい、自転車を買ってもらおうっていうんで、各メーカーねどんどん動いてると思うんですけども、皆さんもね想像してたでしょうかね。去年一昨年ぐらいまではね、なんかグラベルバイク出ましたみたいな、ふーみたいな、グラベルバイクふーみたいな、何それどこで乗んのみたいな感じでね思ってた人いっぱいいると思います。僕も正直ね思ってました。グラベルバイクはふーみたいな。でも今見てみてください。どのメーカーもねスルーワークする、ディスクブレーキ、2020年モデル、キャリパーモデル探すの逆に難しいですからね。もうほぼディスクになってるんで、あっという間にメーカーが全部もうディスクになって、キャリパー全部もうやめますみたいな感じになっちゃってます。はい。今までグラベルロードなんて作んなかったメーカーが、どのほとんどの大手メーカーがグラベルバイク作ってます、作り出してきてます。もともとねマウンテンバイクとか作ってたところはもう結構前から作ってたけど、ロードバイクメインでやってたところもグラベルロードをねバンバン出してきてます。もう本当に世界的にロードバイクは売れなくて、でも自転車をねなんとかこう新しい楽しみ方を提案したい、もっと自転車がないと自転車さん潰れちゃうから、どんどんこう新しい波をねメーカー側がこう作ってこうぜっていう感じで、今どんどんこうね切り替わってる時期になってるんですけども、まあそのおかげがもう世界的にはもうオフロードバイクガンガン売れるし、マウントもバンバン売れるし、もうめちゃくちゃ売れまくる、 E バイクもバンバン売れるしみたいな。でもここまでメーカーがガンガン出してるけど、日本はまだまだ、これねほらグラインデューロ僕大好きですよ、出てないけどグラインデューロ好きすぎて、もう多分グラインデューロ出てない人間だけど、誰よりもこのグラインデューロ T シャツを着て誰よりもこう露出してると思います。まあそれぐらい僕は、まあ、ここ1年しかまだ1年足らずですけども、すっごいこのオフロードの魅力に魅了されてるんですけども、日本だとまだまだ全然オフロード流行ってないです。全然流行ってない。なぜ流行ってないのかっていうね、今日は僕なりにちょっとね考察してみました。はい。まあ完全に僕のね主観なんでね、参考程度に聞いてもらえばなと思うんですけども、まずですね、まずその1、どこ走ればいいか分かんない。
っていう問題があると思います。ぶっちゃけね、そのオンロード、ロードバイクだったら高度、日本はね舗装されてる道路がいっぱいだからどこ走っても楽しめるんだけども、オフロードバイクっていうのはオフロードで走った方が楽しいんで、オフロードを探さなくちゃいけないんですけども、情報がなさすぎてどこを走ればいいんだろう、どうやって楽しめばいいんだろうっていうのがね、全くみんな分かんないんですよね。想像もつかない、イメージが分かんないっていうんで、その情報がネット上にも全然ないからイメージがしづらいっていう部分があると思います。実際にグラベルバイク買った、でもどこ走ろうみたいな、適当な砂利道をちょっと走るとかならまだいいんだけど、もう20キロ30キロ40キロずっとグラベルの道を探すっていうのはなかなか難しいです、ね、ヒルクライムだったらね、もうすぐ調べられるじゃないですか。ヤビツとか白石、富士ヒルとかね、バン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 ね、ロードバイクのネタがバンバン上がってくるけど、オフロードの情報はなかなか見つかんないっていうのがね、結構大きな要因の一つだと思います。その2、オフロードってことはですよ、まあ、例えば都会に住んでる人だったら、まあ地方の方が圧倒的にオフロードは多いわけですね。田舎の方は山も多いし砂利道も多いしね。ってことは車が必要なシーンが多くなると。ロードバイクは自走でね200キロ300キロ行くこともできるんですけども、オフロードで200キロ300キロで相当しんどいので、基本的には車でね現地まで行って現地を楽しむってスタイルが多いと思うんだけども、そうなるとどうしてもねロードバイクも敷居が高くなっちゃいますね。車を持ってないとちょっと楽しみに 100% 楽しむことが難しくなる可能性があるので、まあ、そこもねちょっとね、ネックなところだと思います。その3、これもね大きな問題です。流行ってないからイコールですよ、お金にならないんですよ。金にならない、金にならないってのはどういうことかというと、ロードバイクはみんなロードバイク乗ってるからロードバイクの情報を出せば、みんな見るし、お金になるんですよ。ロードバイク売れるから。日本はまだまだね、マウンテンバイクとかオフロードって全然日本じゃまだ流行ってないから、例えばですよ、メディアでマウンテンバイクの紹介してもロードバイクの紹介する方が全然ビュー取れるし、自転車屋さんもねロードバイクを置くのかマウンテンバイクを置くのかさ、多分マウンテンバイクよりもロードバイクを置いた方が全然売れると思うんですよね。もちろんね場所とか環境にもよると思うけど、結局マウンテンバイクを個人的にはもっと減らしたいと思ってもメディアがね儲かんないから全然マウンテンバイクの情報を出さない。自転車屋さんもマウンテンバイクよっしゃ仕入れようっつってもマウンテンバイクよくわかんないっていう人ばっかで全然売れないから、自転車屋さんもマウンテンバイク仕入れないと。マウンテンバイク専門ショップなんて日本ってあんまないじゃないですか。ロードバイク専門店とかねいっぱいあるけど、だから結局お金にならないからメディアでも情報を流さないから、ユーザーもイメージができなくて、結局ユーザーも自転車買わなくて、メディアもやらない、自転車屋さんもやらない、だから流行らないっていうね、単純な仕組みだと思います、はい。その4、暗黙のルールが多いです、はい。ネット上に場所の紹介がねしにくいんですよ、オフロードって。結構まあ僕もね、山トレイルとかね行き始めていろいろねベテランの人にいろいろ教えてもらったんですけども、やっぱりそのトレイルとか山道とか、まあ、いろんな道をねマウンテンバイクで走る人いると思うんですけども、そういうとこって暗黙のルールで、今例えば今どこどこの山のどこどこのところを走ってますみたいな、僕がねやっちゃいけないですよ。なんでやっちゃいけないかというと、例えば僕が何々山の山道を今走ってます、ここめちゃくちゃマウンテン超楽しんでみんなぜひ来てくださいとか言ってやったとしたら、仮にこうじゃあマウンテンバイクユーザーがバッてそこ来て、中にねマナーの悪い人とかがいて、すごいこう今までね綺麗に整備されてた山道が、荒らされちゃって、もともとね例えばハイキングとかねしてた人たちにからクレームが来て、その地域の人からクレームが来てマウンテンバイク禁止ってなっちゃうこともねあるんですよね。そうなっちゃうと、せっかくマナーを守ってこう楽しんでたマウンテンバイクの人がそこを走れなくなっちゃうんで、貴重なねマウンテンバイクを走る場所がなくなっちゃうということでですね、なかなかロードバイクみたいに今富士ヒル走ってますとかどこどこの店に寄ってますみたいないろんなお店をねこう紹介することがちょっと難しいんですよ。そこもね結構ねネックだと思います、はい。こういろんな人がもっとどんどん流行らせたいっていう人いると思うんだけども、どこを走るのっていうのは結局そのアナログでの情報で、聞いたりとかするしかないっていう状況だから、なかなかねそこが難しいところかなと思います、はい。他にもいろいろあると思います。例えば私有地の問題だったりとか、ここはなんか行けるのか行けないのかみたいなグレーゾーンがいっぱいあったりとか、とにかくねすごく日本でオフロードを楽しむっていうのは今すごくこう
なんて言うんだろう、やりづらい環境にだと思うんですよね。まだまだ少しずつ多分改善はしてきてると思うんですけど、オフロードをねメーカーが今どんどん流行らそうとしてて、あとはメーカーがどんどんオフロード出してるから、いわゆる情報を発信する側の人間がすごい楽しいオフロードみたいな感じで発信しないといけないと思ってるんですよね。じゃないと流行んないから、絶対何が楽しいか分かんないんですからね。結局お金が動けば地域も動くし、店も動くし、メディアももちろん国も動く可能性は高いから。でも現状でめちゃくちゃお金になるかどうかって言ったらお金にならないので、ビジネスでめちゃくちゃやってるってなるとちょっと難しいかもしれないけど、まあ、僕みたいに YouTube でね好きにやってるような人間は、たとえねお金が稼げなくても再生回数が全然取れなくても積極的にやるべきだなと僕は思っていて、僕はやろうと思ってます。はい、楽しんで、とにかく楽しんで、まあ、すごくオフロードが楽しくて、この本当に楽しんだぜっていう気持ちをより多くの人にね知ってもらいたいんで、僕は別にその再生回数が取れないとか、なんか別に全然流行ってないとか、みんなの関心があろうがなかろうが関係なく、自分の好きなこと、好きな、今好きなねオフロードをねこれからガンガン上げていこうと思います。はい、だから結構ねそっち系の動画が極めてというかかなり多くなると思うんですけども、僕自身もすごく勉強になるし、結局ディスクロードになってみんなあたふたしてると思います。僕も正直分かんないことだらけでまだまだ勉強中なんですけども、どんどんそういった動画をね今後たくさん上げれたらなと思います。もちろんねロードも乗りますけどね、マウンテンバイクの比率をどん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 上げていこうかなと思ってます。ということで久々のお話コーナーでした。はい、もしもね、あ、なるほどと、と思った方はね、ぜひグッドボタンお願いします。あの、他にもね、いや、こういう原因もあると思うんだよね、みたいな、いろいろこうね、何かを自分の気持ちをこう、伝えたいって方は、ぜひね、コメント欄に、記載してください。すごいね、僕もね、参考に、させてもらいます。はい。ということで、以上、ケンタさんでした。また、次回の動画をお楽しみに。ありがとうございました。